じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、あのブラックバスを、はい、ノーシンカーリグって言われるような仕掛けで釣ってみようっていうのがテーマなんですけど、まずあのブラックバスの説明からすると、まあ、あの北米原産の肉食魚で、まあ、釣れるサイズでいうと小さいもので10センチぐらい、まあ、大きいもので70センチ近いもので、そんなにです。まあ、あのブラックバスって小魚とかこのザリガニとかそういう動くものが好物なんで、こうルアーで騙しやすいっていうのがあのその理由ですね。まあ、でそのブラックバスを釣るノーシンカーリグっていう仕掛けなんですけど、おたまじゃくしみたい。まずノーシンカーリグって何なのかっていうのを言うと、まずこれ なんて言うんでしたっけ、このプニプニしたやつ、そうルアーの一種 のワーム、そうワームとかソフトベイトって言われる、ちょ、まあ、ちょっと触ってみてもらって、こんにゃくみたい、すごいプニプニ。なるほど、しなやかですね。そうで、これがまあワームで、まあ、あの柔らかい分ちょっとこう動きが本物っぽいというか、確かに、まあ、あの本物の小魚とかカエルとかもプニプニするじゃないですか、触ったら、まあ、それに近いん で動きもなんかこう自然というか、でこれがワームです、はい、でこのワームだけだと針がついてないので魚が引っかからないので、これに針をこうつけて釣るのがあのノーシンカーリグ。なんであのノーシンカーリグっていうかっていうと、まずノーはノーヒットノーランのノーで、シンカーは重りって意味で、リグっていうのは仕掛けって意味なんですけど、まあ、直訳するとあの重りのない仕掛け。あのこのワームに針をつけただけの、まあ、こういうのとかこういうのとか、まあ、ものすごいシンプルな仕掛けがノーシンカーリグです。このコーナーではまあ毎回決まった魚を一種類のルアーで釣ってみようってことでやってるんですけど、まあ、今回ノーシンカーリグを選んだのはまずあのシンプルだから作りやすい、まあ、針を結んで針にワームを刺すだけなんで、こう初心者の方が最初の1本に選ぶような、まあ、1.8 メートルぐらいのウルトラライトパワーっていうような柔らかい竿で、まあ、投げやすい、まあ、この針先を隠す付け方をすればものすごい根がかりしにくいんですよ。あの重りが岩の間に挟まったりとか、はい、なんかパーツがどっかに絡んだりとかそういうのが起きにくいので、私よくやっちゃいますね。そう、根がかりすごいしにくいんですよ。助かります。これをポチョンと投げてこう落としていくだけで、当然重りがないんでゆっくり沈んで、そのもうゆっくり落ちてるだけで結構もうバスからしたら餌っぽく見えるらしくて、よく釣れると。まあ、あのさっきちょっと説明しなかったんですけど、ブラックバスっていう魚のものすごい大きな特徴に、なんかあのこういう物陰が好きっていうのがあって、今これ足とかあのガマって言われるような植物が生えてるんですけど、この隙間とかあとあのこういう足元とか、だから結構あの他の魚だとルアーを遠くに投げて巻いてくるような釣りが多いんですけど、結構バス釣りってあのこの本当にこういう足元の隙間にルアーを落として沈めたりとか、ああいうとこに落として沈めたりとか、だからあの多分今日この感じだとルアーを投げなくても足元でこうやってポチャンポチャンと落としていくだけで釣れるんじゃないかな。すごい初心者向けだ、うん、今日はあの第二富士見池っていう管理釣り場、はい、まあ、いわゆる釣り堀でやるんですけども、はい、結構あのここを選んだ理由ってこの自然に近いロケーションというか、なんか普通の釣り場みたいなこういう植物とかが生えてたりとか、
いう感じで楽しめるので、まあ、いいんじゃないかな。はい。なんでまず今日はもう投げずに足元に落としていくっていう釣り方で最初の1匹を狙ってみるのがいいんじゃないかなと。じゃあ今日使う道具なんですけど、これ名前わかります？わかります。はい、はい、スピニングリール。そうです覚えててくれて嬉しいです、はい。まあ、前回スプーンでニジマスを釣った時の道具と同じなんですけど、はい、結構もう脳進化リグってワームの重さ次第で、変なし竿が硬かったら重いワームにすればいいし、竿が柔らかかったらちっちゃいワームにすればいいってことで、もう結構どんな釣り竿でも使えるんですけど、今日はまあ 1.8m ぐらいで、まあだいたい 1.8m から 2m ぐらいがいわゆるバス釣りの普通の釣り竿の長さで、まあウルトラライトパワーからライトパワーぐらいの竿が使いやすいのかなと、はい。ただもうどの竿でもできるので、あまり気にせずやってみてください、はい。で糸は、まあ、フロロカーボンっていう素材とナイロンっていう素材と P ラインっていう3種類の糸があるっていう話を聞いたことがあると思うんですけど、これも正直どれでも大丈夫です。まあ、ただおすすめはフロロカーボンの4ポンドとか5ポンドって言われる強さがおすすめです。4ポンドっていうと、1ポンドってだいたい450g なんですよね。の4ポンドだとざっくり 1.8kg、 要は 1.8kg の力がかかるまでは切れませんよっていう意味なんですけど、まあこういうちょっとごちゃごちゃしたところでも、まあ4ポンドなり5ポンドあれば大丈夫かなと、はい。もうちょっとさらにこのごちゃごちゃ度が高かったら、もっと16ポンドとか20ポンドっていう太い糸でやった方がいいんですけど、まあ今日は結構ああいう開けたところをやることも多いんで、まあ4ポンドとか6ポンドぐらいの太さがいいんじゃないかなと思います。はい、わかりました。じゃあ脳進化リグ、まあ重りを使わない仕掛けの針とワームの組み合わせについてなんですけど、まず針から。針はすごく大まかに言うと2種類あります。まずこれ、いわゆる普通の針ですよね。まあバス釣りではマス針タイプって言われるんですけど、これはもともとニジマス釣りで使ってた針をブラックバスに流用することが多かったので、マス針タイプって言われることが多いです。もう一個がこれ、オフセットフック。まあもう見ての通りの形で、こうやって刺すんですよね。この口の大きいブラックバスに合わせて作られた針で、なおかつこうやってつけた時に針先をワームに隠すことで、まあすごく根掛かりしにくいんですよね。で、脳進化リグの場合、重りとかもついてないんで、まあ、障害物の隙間に挟まったりしにくい。で、これがオフセットフックです。まあ、根掛かりしにくいのが特徴。で、今度は、これマス針。マス針はこうやって真ん中に刺したりして、こうやってつけます。もちろん、真ん中だけじゃなくて、こうやって頭に刺しても OK。まあこのワームのどこに針を刺すかって、まあ正直自由ですし、どこに刺してもいいんですけど、まあ今回のテーマにしているのは、この脳進化リグを落としてバスを誘う釣りなんで、これ真ん中に刺すと、まあ要はウェイトのバランスの問題で、水平にフニ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 ってしながらすごい美味しそうに落ちるんで、まあ真ん中に刺すのが今日はいいんじゃないかなと思っています。
でこのマス針とオフセットフックの使い分けなんですけど、まずこれ根掛かりしやすいところではこっちのオフセットフックを使った方がいいです。針の先っぽを隠せるんで根掛かりしにくい。で根掛かりの心配がないところではまあどっちでもいいんですけど、針先が出てるマス針タイプの方がまあより簡単に口に針をかけやすいかなと。でこの折衷案みたいな感じでこのマス針なんですけど、ちょっとこの根掛かりを避けるような針金とかのガードがついてるものもあって、これを使うとまあバスの口に針はかけやすくて根掛かりもそこそこ避けやすいっていうバランスで釣りができます。管理釣り場だともうほとんどの管理釣り場でバーブレスといって、この針の返し、この飛び出した部分を潰してくださいというルールがありますので潰します。これなんで潰すかっていうと2つ理由があって、まず単純に魚に与えるダメージが少ないっていうことと、あと間違えて人に引っかかっちゃったりした時に返しがないとすぐ取れるというのが理由です。バスは足元が好きなんでこうやってキャストしなくても釣れます。でここはものすごく浅いんで本当にこれぐらい糸を出してもうこうやってやるだけで釣れるんですけど、深いところはこうやって落としてどんどん落ちていくのに合わせてここのあれですね、リールのベールをフリーにしてどんどん糸を出してあげるといいかなと。ただまあここはもう浅いのでもう普通にこれで大丈夫です。結構こういうもう足元がごちゃごちゃしたロケーションってすごいこうバス釣りの代表的なロケーションなんですけど、じゃあどこやればいいかっていうともう全部落としちゃえばいいんじゃないかなと。例えばこの本当に足元がいい日もあればちょっと大きいがいい日もあるし、この足の外側ですよね、足とかガマの外側がいい日もあるし、まあその辺を塩梅をちょっと見ながらやるのがバス釣りの楽しさなんで、ワームが落ちるときにこの糸が張ってない方がいいです。要は糸が張ってるっていうのはこうやってこう糸がピーンとしてる、糸がピーンってしたまんま落としちゃうとなんかワームが不自然な動きをしちゃうので、こうやって軽く糸が緩んでるぐらいをキープして今の感じこれぐらいですね、落とすといいと思います。あ、来たかも。来ましたねこれ。で来たら今もぐんぐんってしてるんですけど、まあ、こう軽く竿をこうやって煽ってすると針にかかるんで、で足元がごちゃごちゃしたとこじゃなくてこう開けたところの方が足元でこうやって口を水面に出して空気を吸わせたら口を持って捕まえると。でもちろんこれネットを使っても大丈夫です。針の外し方なんですけど、まあ、針を外すときはこのプライヤーを使いましょう。でこうやってバスの口を持ってバスを水中に入れた状態で針の、ね、曲がってるところをこのプライヤーでつまんで刺さってるのとは反対方向にキュッと抜くと、まあ、こんな感じで外してあげてください。一応これがブラックバスです。綺麗だな。針を外したらまあもうこのままこうバスが泳ぐ向きにも体を支えてあげて、まあこうやって泳いでいくのを待てばいいかなと、という感じです。
んじゃないですか、この辺は。え、待って、つ、あ、え来ましたかかりました。でも全然なんか重さ感じなさすぎて。この辺多分いますわ。え、わかんない、あの浮きとかもないからわかんないんですよね。めっちゃ釣れとる、めっちゃ釣れてる、あそこやばいやばい。いるわ。あ、ねえ、顔見えたのに。いけました、逃げちゃった。顔見えた、目と目が合いましたよえ、もっと待った方がいいんですかね。落としてここで固定してるとツンツンってされるのが分かるんですけど。でツンツンってされたらギュッてしてみて。分かりました。でリールを巻くと。はい。だ、あの今こうやって持って落としてるけど、まあこれでもいいんですけど、まあすぐにリールが巻ける体勢で、まあ、やっていくのがいいかな。はい。はい。頑張ってください。かかったらこれ巻けばいいんですよね、バーって。まあでも正直もうこれ巻いてる状態みたいな感じのとこもあるから、はい、かかったらすぐ竿を上げてバスを水面に出してって感じで。わかりました、はい、頑張ります。あ、3回くらい目は合ってるんですよ、水面に。目が合ってるって魚と、はい、うん、顔は出てくるんですけど、うん、引き上げようとしたらそのままスポーンって。でもこの辺を食ってるのか、針は食わないんですよ。ああ、なるほど。まあ正直こうなってる中でバスがこの辺を食べるとか、うん、この辺を食べるっていうのは、まあ、よくあるんで、はい、まあ、あんま気にせずに、うん、何回もやる。ただ次魚が食べたなと思ったらこう竿でギュッと合わせっていうやつですよね、はい、やしてみて。でまあ、こう長さはちょっと待って、ね、このリールの長さぐらいが、はい、まあ、ちょっと沖にも落とせて足元もやりやすくてちょうどいいと思う。わかりました。だしこのリールの長さだと移動するときにこうやってワームを持って移動できるんで危なくない。はい、はい、頑張ってください。じゃあ駒澤さんはもうブラックバスの姿見たんだね。見ました、2回ほど。でも特にトラブルなく釣りはできてる。できてます、今のところ。ただまだひよかちゃんみたいに目は合わないですね、うん、あ、多分やってるうちに多分ちょっと糸が短くなっちゃってるから、そういう時はまあだリールの長さぐらいに来るまでに出してあげればいいかな。はい、短くなるんですね。うん、ちょっと巻いたりするからね。あ、そう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 。で、落とすときにちょっとここにポチャンと落としてみて、はい、あの糸がこういうふうに緩んで落ちる方がワームがいい動きをするんで、それを、まあ、これが今の感じぐらいを心がけてやってみて。はい、わかります。いや、来たのかな。今なんか今来てたよ。来てました。で、毎回あの上げるときに来てるかもしれないと思って上げる前にちょっと糸を軽く張ってみて、バスついてたらちょっと重かったりクンクンってするから、はい、したらもうリールをわーって巻いちゃえばいい。わかりました。リールを巻くか竿をギュッてするか、はい、まあ、リールを巻くでいいかな。はい、ありがとうございます。何匹釣れました？今4匹かな。え、すごっ。4分ぐらいで。え、ちょっと鼻なんだ。
なりましたよ。でこれ、はい、まあ、この脳進化リグを引っかかりにくいような針の刺し方にして、この足元のごちゃごちゃしたところに落としていくって釣り方って、はい、まあもうバス釣りを続けていくんだったら、まあもう一生使えるかなっていう、どこでも使える釣り方なんですけど、はい、脳進化リグって結構他にもいろんなことができて、はい、例えば落として落としてすぐ上げる前にこうやってちょん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 ってして、あの上げるとこうちょんちょんするとこうやってふに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 って泳ぐんで、はい、回収するとか、まああと投げてただ巻いても、あー確かになんかプニプニしてるでしょ。いろんな方法がありますね。そう、いろんな方法がある中のまあこの一種類なんですけど。なるほど。まあけどこのやっぱり落としていくっていうのはやっぱりもう基本中の基本で、一番もうあのどんな場所でも通用する釣り方かなと思う。はい、ぜひ。どの辺が一番釣れてますか今？やっぱそうなんですか。もうだからこの辺から、はい、ちょっとさっき言ったよりも短い、うん、これぐらいにして、はい、でもう本当に ここだね、完全にここ。足元ですか、うん。高砂さん、なんか反応があったのはどの辺だった？この辺でした、うん、この辺だと思う。こっちはないですね。ね、ないよね、うん、だからもうここをどんどんあの攻めて駒澤さんを追い越して、はい、今なんか一箇所にずっと止まってるから、その先の手つかずのところをどんどんやっていくと、あっち行ってみます。そしたら、うん、釣れると思いますよ。行きます。月岡先生、先に釣りたいな。ありがとうございます。奥に行きたいと思います。これ今、手前にガマがあって、はい、足があって、で桟橋まであるっていう、はい、であそこに水車があって、こういうごちゃごちゃ感がいろいろ重なってるところはチャンスかなと。なるほど、ここでやってみます、うん、こっちの方がいいですか？こっちより。いや、全部がいいかな。やってみます。ありがとうございます。お、来てる。あ、入れた。やばい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 。あ、で、はい、僕が取ります。一匹。死ぬ。本当に釣れてるじゃん。やばい。佐々木さんの言う通りにやったら一瞬で釣れちゃいました。釣れたよ。あ、で、持てる。はい。いけるかな。あ、はい。あー、いけた。おめでとう。釣れました。やったいいな。ありがとうございます。すごいね、一瞬だったわ。刺さってるのとは逆の向きにトゥンって外して、はい、でこう魚が泳げるような向きにしてそっと返してあげる。そっと返すと。わー、ありがとう。いう感じです。はい、釣れました。おめでとう。初めて清香ちゃんより先に釣れました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でこれ今ワームがずれたんで、はい、せっかくなんでワームの刺し方をお伝えしておくと、はい、まずこれオフセットフックって言われるような針なんですけど、まあすごい根掛かりしにくい針、はい、まずワームの頭にこうやってちょろっと刺します。こう、こんな感じ、はい、こんな感じね、はい、こんな感じで刺したらもう移動させて、ここの曲がってるところに止めると、こうね。あ、なるほど、はい。で、したら最終的にはこういう感じになるんで、はい、ここの一回ここやって刺して抜く、こんな感じ。なるほど、針が見えない。そう。で、この針の先っぽを引っかかんないようにワームの先にちょっと埋めてあげると。おー。そしたらこういうところにも引っかかりにくくなるんで。わかりました。釣れた。やばいやばい、助けてください。そう、頑張って。そうで、ギュッと持つと。おっきい
さっきよりで、ちょっと暴れるかもしれないんで強く持って、はい、おめでとうございます。初めて自分で持ちました。自分から最初から持ちました。ちょっと頭パニックになってるんですけど釣れました。2機目です。ありがとう。こっちだよ。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。2人とも無事釣れて何よりです。よかったよかった。無事に引きずつ釣れました、はい、なんかまあ脳進化リグで足元をどんどん落として探っていく釣りっていうのをやったんですけど、はい、なんか感想とかってありますか。あ、でも今まで何度かバス釣りしてるんですけど投げてたので、なんか今まで苦戦してたのが嘘みたいというか、今回は本当に簡単にできたし、ちょっと2匹もちゃんと釣れたので楽しかったです。よかったです。高砂さんは。そうですね、確かに佐々木さんの言った通り、ちょっとごちゃごちゃしてたり、ちょっと草がたくさん生えてるところに入れるとすぐ釣れたりとかしたので、場所によって結構こう、あ、釣れる釣れないというのが楽しみながら釣りができたかなと思いますし、すごい私みたいな初心者の方でも簡単に釣れることが、もうすぐ2匹釣れたので、ちょっとまたやりたいですね。はい、よかったです。ありがとうございました。まあ、今日は岸からやりましたけど、ボートに乗ってやってる人もよく見るとこの足元を狙ってたりするので、まあ困ったら足元に脳進化リグを落とすっていうのはバスがよく釣れる釣りだと思うので、まあ簡単ですし、ぜひまたやってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。